母様のお誕生日ケーキを頼みたいのです。にゃんですと？お誕生日ケーキ？おいおい、しぐれ、マジかよ。とうとう決断したのね。本気なんでしょうか、しぐれちゃん。あの、お誕生日ケーキってそんなに驚くようなことなの？あ、そういえばご主人様が驚いたからつい。ショコラが驚いたからノリで。そりゃまあ、ケーキ屋に誕生日ケーキを頼むのは驚くことじゃねえよな。普通の依頼ならね。しぐれのお母様に作るということは、あの方にも見せることになるでしょう。そうですよ、カシオさんのお父さんが何とおっしゃられるか。え、何かダメなの？お兄ちゃんはお父様と喧嘩してるわけじゃないって前に言ってなかった？うんうん、喧嘩は良くない、平和が一番。確かに喧嘩してるわけじゃねえよ。でも歌唱が洋菓子屋を始めることに親父さんは賛成してねえんだよ。かといって反対してるわけでもねえ。あたりは大人っていうか親父さんらしいけど。どうして賛成してくれないんでしょうか。お父様はケーキが嫌いなのかな。そんなことはありませんよ。私の誕生日の時にはちゃんとケーキを用意してくれました。その時父様も一緒に食べていましたから。外食した時コースについてくるデザートもちゃんと口にされていますし、味についても話していたことがあります。むしろかなり詳しいのではないかと。お父様、和菓子以外の料理も何でも上手だものね。じゃあどうしてお兄ちゃんがケーキを作ることに賛成してくれないんだろう。ちょっと考えりゃわかるだろう。猫には家を継ぐという考え方がないからなかなかピンとこないのかもしれないわね。家を継ぐ、後継ぎ、後継者。お父さんは歌唱さんに後を継いでほしかったんですね。和菓子屋みなづきはすげえ昔から続く老舗らしいからな。父様は第13代目の当主です。もちろん、ただ歴史が長いだけでなく、多くの名誉ある評価をいただいているのですよ。歌唱の親父さんも、その親父さんも、その前も、ずっと水無月の味を受け継ぎ、育ててきたんだ。親父さんが歌唱に後を継いでほしいと思うのは、当然だろ。なるほど。うん、よくわかった。ご主人様はケーキを作りたいんですよね。それならいいと思う。ご主人は何も間違ってない。好きなことをするのが一番です。我慢は体に良くないですから。ショコラも好きなところでお昼寝するし、好きなところで爪研ぎするし。そこは自制しなさいよ。仮にもスズモチ猫でしょうに。にゃふふん。言っとくけど、私だって歌唱が好きにやった方がいいって思ってっからな。じゃなきゃこんなにも店を手伝ってねえよ。
僕もお兄ちゃんのケーキ大好きだよ。私もこの店のケーキが気に入っているわ。紅茶によく合うもの。本当ですよね。で、ナチュラルに紅茶を飲んでるんじゃないわよ。仕事中よ。お菓子の話を聞いていたらついつい。カショウさんはいつからそんなにも洋菓子作りに夢中になってるんでしょうか。ご実家がすごく有名な和菓子屋さんなのに。そういえば前に少し話してくれたわね、カショウがケーキを作る理由。にゃんですか、どういうことですか。ショコラの知らないご主人様の話を。ご主人ひいきは良くない、子猫不平等反対。私気になります。あら、他の猫たちには話してなかったの。ふん、私にだけ。そうなの。はい、日本に戻ってこられた夜、私に兄様が熱い気持ちを打ち上げてくださって。は？時ってあるわよね。よく覚えています。あの日は雨が降っていました。朝起きたら兄様が家から消えていたのです。私の絶望は海よりも深く、山よりも高く。しぐれちゃん、かわいそう。黙っていなくなるなんて残酷。その時からです。私が兄様のことを見ていないと落ち着かない体質になってしまったのは。体質っていうか病気だろ。恋の病、どうか治してください、兄様。すみません、どうぞ。するよな。いいじゃないの、夢があるなら追いかけないとね。このラ・ソレイユにはそんな思いが込められていたんですね。のれん分けってことか。強い思いを抱いた方の洋菓子、どんな味なんでしょうか。
すごく美味しそうだね。ちゅるりちゅるり。兄様の洋菓子は絶対に文句のつけようもなく美味しいです。一度食べれば父様も納得するに違いありません。その点は抜かりありません。父様は商工会の寄り合いだそうです。寄り合いって何ですか？ご近所でお店をやっている人たちが集まっての宴会ですね。そうですね、ご近所から大口の依頼もありますし、困った時はお互い様ですから。僕外に出ることが多いから近所の人たちにはちゃんと挨拶してるよ。偉いぞ。私は家にいるつもりですが、去年までは兄様も猫たちもおりましたから。寂しいですね。そういうことなら大丈夫じゃないかしら。お願いします兄様。ありがとうございます、兄様。愛してますわ。お誕生日パーティーにゃご主人はなんだかんだ言って優しい。やったー、お誕生日会だ。ごちそうだ。いいですね、お誕生日会楽しみです。この時期のパーティーか、どの茶葉がいいかしら。生演奏も期待してるよ、めいちゃん。え、いいけど、あんたもやるのよ。頑張りますね。やれやれ、誕生日会か。いろいろ準備しとかねえとな。